経平均の話はこの辺にして、じゃあ最近調子がいいっていうのはね、仮想通貨さんでございますね。仮想通貨なんか息吹き返しましたね。完全に引き返しましたね。だってこれまあドルベースですけど、3万とか4万あたりをこうね、うろ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 してたのが、この間急にゴンと4万ぶち抜いたと思ったらもう、ね、これ円建てじゃないですか。まあ、あ、そっか、円建てだ、これ円か、ドルじゃないや、ドル。別に円建てでもいいんですよ、うん、自分はドル建ての方が好きなのです。ドル建てで見ないとね、ね、3万4万ぐらいだったのが4万5千ドルね、ドドンとね。これ私ね、まあ、円建てで見たときに350万円ぐらいの時あるんですよね、1ビットコインでね。はいはいはい、で、うん、私、ビットコインとイーサリアムとリップルと、うん、あと、なんかわけのわからんのがちょうどって思って、ビットコインベースで350万円とか、まあ、400万円割れてるとね、ちょっとなんか寒いんですよ。気持ちが寒いと。もう含み益もちょっとしょぼくなってきて、うん、あーあーと、うん。これ、いつ、含み損になっていくんだろうなみたいな、なんかそういうちょっとこう足音が聞こえ始める、うん、この辺のついね、つい最近前7月終わりぐらいは寒かったと。まあ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 、まあうん、まあそのぐらいじゃまだ出ないんですけど、うん、まだもう2段階ぐらい落ちないとダメなんですけど、うんうん、それでもやっぱりこう気分は良くないんですよね、うん、まあね、寒いわ。一回700万とか750万見てるんですね。この辺に行ってたんだね。そうそう、でも500万円とか400万円後半とか500万円ぐらいまで来ると、やっぱりちょっと、うん、あ、ホクホクしてきたなって、こう、なんかあったかい感じがするんですよ。うんうん、懐があったかくなる、うん。そうなんですよ。で、まあ、600とか700になったら、ちょっとパンパンになって、うなりで始めるんです、ね、うん。うなり出しますね。はいはい。うん、ちょっとこう、そう、早くそうなってほしいな、みたいな。でもうなったからといって、そこで別に手締まったりとか、トレードしないんですよね。基本はしないですね。うん。ね。私もね、今、なんかブロックファイとかっていうサイトにね、ドルベースで預けてて、毎日コツ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 ってビットコインを買うっていう、なんか、仕組みだけ入れてほったらかしてる。積み立て的な話。もう3年ぐらいで、なんか20万か30万ぐらいかな、消え去っても後悔しない程度しか入れてないから。いや、それもっと人生かけるぐらい入れないとダメですよ。いらないです。いや、ブロックファイにはそれしか入れてないって。要は、他のところにはまたばらけて入れてるんですけど、あのね、怖いんですよ、やっぱり。どこに一箇所集中してる。いや、怖いですよね、うん。怖いですけど、まあ、うん、そう、全総資産の、まあ、10% とか、は、ちょっとこう、入れていってもいいんじゃないかな。いろいろありますけどもね。まあそんな感じで、あんまり私、めちゃくちゃ持ってるわけじゃないので、キューンと上がられても、ああって上がっちゃったぐらいな感じ。もっと3年ぐらいのベースでじっくり上げてってほしいのに、もう上がったのみたいな。でもね、もう私ね、仮想通貨に関して思うのはね、うん、初めてビットコインっていうものを取引しようかなって思った時って10万円前後だったんです。あの頃にこう、ちょっとこう、気合い入れて、ね、ではそう思いますよね。思いますよね。なんでビットコインを信じなかったと、ね。信じてないわけじゃないんですよ。面白いなと思ってるんですよ、うん。思ってるんですけど、その人生を変わるような張り方しないんですよ。まあ、当然ね。それはしません、ね。要は、ダメージ食らっても、ふう、かすり傷だぜ、みたいな、うん。まあ、そんな感じに張るじゃないですか。うん、ただ、そんな伸びないんですよね、やっぱり。そうなんですよね。他に命をかけて張ったら、それこそゼロ円になっちゃうようなものがいっぱいありますから、それに張ってたと思うと、地獄ですからね。大内さん、それを言うとね、はい、ソーシャルレンディングあったじゃないですか。ソーシャルレンディングありましたね。まあ、マネオファミリーで私、ファミリーに4ファミリーぐらいあるんですかね、うん、やられたファミリーが。なんか何百万。その中の1個が帰ってきたんですよ。あ、帰ってきたんですか。あら、帰ってこないと思った。いやいや、帰ってきたって言っても、あれですよ。なんか、破産管財人が、その残り資産を、うん、集めて帰ってきたんですけど、うん、それね、その会社にいくら入れてたかちょっと覚えてないんですけど、うん、200万円ぐらい入ったんじゃないかと思うんですけど、70円ぐらいです。70円?70円ですよ。70万とかじゃなくて、はい、円
まだ70円ですよ。それは、あの、アイスを買おうとしても買えないっていう70円買えないぐらいの、なんか、ね、みたいな。でも、買えたなくていいわ、みたいな。振り込み手数料の方が高いじゃないですか。そうなんですよ。で、それね、確かね、法人口座だった。ああ、なるほどね。はいはいはい。でね、あの、税理士の先生が電話かかってきまして。ほいほい。え、これはまさか返金ですか?70 円って入ってきて、税理士の先生がビクッと。この振り込みは、まさか。で、いや、多分そうだと思いますって言ったんですけど。はい、マジか。いやいや、もう完全私の中ではもう損切り終わってたんで。まあまあ、そりゃね、終わりますよね。まあまあ、でも、その、経理的にとかはまあ、損切ってないわけじゃないですか。うんはい、まあまあまあね、そりゃそうですよ。うんうん、心だけが損切ってるって。損切ってますからね。はい。うん、あと、個人口座が結構や、まだ残ってるんですよ。ああ、なるほどね。まだまだ。別のファミリーでね。うん。うん、それまた多分20円とか60円とかなんですよね。知らない。いや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 。いや、もうあれですよ。ガンダムとかだったらプラモデルになってもまあ25分の1とかじゃん。はい、まあ、サイズ的な話ね。もう144分の1かな。いや、もう、地図並みですよ、こんなの。帰ってくる。真面目にそれでも返してくれるんですね、ちゃんと。いや、あれ、でも、もう、なんていうんですか。はい。多分、まともに回収する気ないですよね。もう、だって、内装で触れないですもん。いやいや、どっかにはありますよ。いや、あるかもしれないけど、ないですよ。ないようにしてますから。いや、どっかに誰かがめてんですよ。まあ、がめてんでしょうね。どこに埋めたか、まあ、隠したか知らない。だってお金、現金としては当然あったわけなんで。なんかね、ね、報道によるとだいぶ遊んで使っちゃったみたいな感じですけどね。あ、あれは SBI のやつでしょ。かな。うん。うん、あれはまあまた別です。随分ね、愉快に使って、我々のっていうのは私出してないですけど、我々の出資者のお金でだいぶ飲み食いしたみたいですけどね。SBI のやつ、ね。そうそう、確か。豪遊って。いや、まあ。うん、昔からああいうのってありますよね。そうそうそうね。ありますよね。ねうんね。パターンですよね。ねえ、なんかで私もあれ以来反省したんですよ。その、自分の意思で売り買いできないものにはもうしばらく手を出さない。そうですね。ソーシャルレンディングはもう本当に預けっぱなしで、で、スーパー帰ってくるみたいなね、状態でしたもんね。まあ、で、帰ってきても 5% とか 3% ですよね。うんね。それで1年間ロックとかされちゃうし、確かに今思えばなんだかなって感じ。昔、うちの会社に、野さんいたじゃないですか。ああ、はい。彼は、彼に、まあ、と、まあ、彼といろいろ話してたんですよ。ソーシャルレンディングとか。はいはいはい。じゃあ彼は否定的だった、うん。あ、これはあかんと。この手はあまり私は嫌です、みたいなこと言ってるんです。で、まあいろいろ事情を聞いてて、ああ、なるほどなとはその時は思ってたんですけど、うんうん、やっぱり私、うん、お金ちょっと正直余ってたんですよ。ああ、なんかどこに、ね、なんか運用しようかなと悩んでたところだったと。そうそうそう。うん、そうだ、ああ、ちょっと、100万円余ってんなとか思ってた。うんで遊んでんなと思ってて、うん、それだったらまあ、まあ、5% でも 3% でもいいやと思ってやったら、うん、あちゃ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 って。いやもう、リスクあると言っても、あそこまでリスクあるとは思いませんでしたね。いや、思ってたんですよ。思ってたの全やられはあるとは思ってたんですけど、うん、あれだけど。でも、それでも過去のいろんな案件を見る限り、30% とか 40% 返ってきてたんですよ。うん。うんどんなインチキ案件も、はいはいはい、会社が倒産する系の案件でも、その破産管財人が出て 30-40% 返ってきて、そのっていう話したら、まあうん、そんなうん十円にならないだろうと思ってたんですね。せめてね、200万やったら、60万、50万ぐらいはせめて返ってくるかなと。そうそう、まあ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 、ちょっとハワイ旅行2人で行ったら、まあちょっと。楽しいかなぐらいは帰ってくるかなと思ってたんですけど。いやいや、クッピーラムネ買ったんですよ。終わるぐらいの金額になったんですよ。ね。私も、自分の奥さんとかに言えないです。はい、10円買ってきたよって。いやいや、まあ本人は何も聞かないんですけど、まあまあね、私には聞いてこないんですけど、まあねうん、私もまああえて触れないんですけど。触れないけど、また。
まあ、大内さんとかだったら、損切りっていうこととか、うん、まあ、損することもある程度理解してくれるじゃないですか。うん、まあ、まあ、それは当然ね。うん、まあ、当然ね。うん、その、稼ぐためには損することもあるっていうのは分かった上で、こう、いろいろ張ったり、うん、まあ、買ったり負けたりして、コツコツ増えていくっていうのは分かるんですけど、うん、そういうのに縁のない人たちって、やっぱり、損ってすごく敏感に反応するんですよ。うん、そうですね。うん。うん、それあったらこんなことできたとか、うん、ね。いやいやいや、それも含めて今こんなになってんだよみたいな話はできないですよ。ね、では100万円を含んドローダウンだわーっつったら、そんだけあったら車買ったわみたいな話をされちゃうわけですよね。